はい、おはようございます。オーシャンのしげです。今日はね、またまた平鈴木釣りに、やってきました。本当言うとね、昨日の方が、コンディションは良かったんですよね。で、今日はね 1.5 のうち1ということで、ぶっちゃけ釣れるかどうかすごい不安なんだけど、まあせっかく来たんでね、頑張ってやっていこうと思います。まあ潮の関係から言うと、おそらく午前中勝負かなっていう、感じですけどね。まあ波がね残ってたら、まあまあやれるだけはやりたいと思います。お、青物のボイルが今日も青物か。まあちょっとね、マジで、何だっけ、まあはい、頑張ってやってみます。じゃあ行ってきます。じゃあ、朝一やってみようと思います。まずはね、トップから。今ね、最後ドラグ調整しようと思ったら魚来た。嘘みたいな。なんか全く釣った気がせえへんねんけど、釣れました。ありがとう。お魚おるね。
こういう時はね、絶対に無駄打ちしたらダメなんですよ。もうね、無駄打ちすると釣れる魚まで釣れなくなるんで、絶対にね、渋い時は特に無駄打ちは厳禁ですね。で、結構ね、ヒラスズキ釣りとブラックバスって僕似てるなって思うところが多くて、まあ一つはね、やればやるだけあのボスが減るっていう釣りかなと思うし、あとやっぱストラクチャーにタイトについてるっていうのもやっぱスズキ目なんでね、よく似てるじゃないですか。ただ一つ違うのは、釣りとしてね、一つ違うのがブラックバスの場合はよくね、できるだけ陸を水面に入れとけっていうんですよね。それでまあそれもね、分からんじゃないんですよ。水に入ってないと魚かからんので、陸がね、水に入ってないとね、魚かからんから、だからそれは分かるんやけど、それがね、ヒラスズキとは、対照的っていうかね、考え方が真逆なんですよね。だからどうなのかな、ちょっと僕意識のね、持ちようまではちょっとはっきりせんのやけど、バス釣りの場合は基本的に折れへんの前提で、ガシガシ攻めるっていうことなのか、だから折れへん前提やから、もうガシガシ攻めて折るところにルアー落とすみたいなね、そういう考えなのかなって思うんですよ。で、ヒラスズキの場合は逆にね、折る前提なんですよ。だからいる前提で、ルアーを通すので、結局、ルアーに食ってくる魚だけにルアーを見せたいっていうね、すごいね、そんなことできんのって僕も思うんですけどね。まあ一応感覚的にはそういうことなんですよね。だから、釣れる魚だけにルアーを見せる、他の魚にはルアーを見せないっていうのが、ヒラスズキ釣りのまあ一つのね、キーワードになるんですけどね。よっしゃ、ちっちゃい小岩の内側、よいしょ、おい、どこ行った。でゆるーっと風が吹いてるんで、ゆっくり舐めるように、なんかその中で、まあその注意せなあかんところっていうのが、これ無駄打ちとはまた違うんだけど、ミスキャストですよね。なんかポイントと違うところにルアーを通してしまう、そのミスキャストっていうのがやっぱね、ヒラスズキ釣りの場合は結構致命的っていうか、キャストをしたことで、魚がそのルアーをね、見つけてこう警戒心を持ってしまうっていうかね。まあもちろんね、それで来る時もあるからね、まあ難しく考える必要もないんかもしれんねんけど、
ちっちゃいけど来ました。めちゃんこちっちゃいですけどね。あい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 、一応来ました。まあさっきのまぐれと合わせたら2匹目ですけどね。なんか思ったより今日は渋いな。ベイトがすごいね、おるから、いやおるからって見えてはないんやけど、鳥がすごい飛んでるからね、今日は当たりちゃうかなとかね、一人で勝手に思ってたんですけど、そういう簡単なことではなさそうですね。いやー釣れませんね。朝ちょっとね潮位が高くて行けなかったポイントなんですけど、今日はこれで最後ですね。よし、じゃあタイミングを見計らってやりますか。前から入ったね。あー、いいの入った。どうもお疲れ様でした。後半あんまりにも釣れなすぎて、ちょっと無言になっていつの間にか戻ってました。いやー釣れへんって怖い。でもね、毎年ね、1月、2月、どれぐらいかな、でも2月に入るとだいぶ和むんですけど、1月の間釣れないですからね。まあ、頑張ってね、魚
魚釣りしていこうと思います。まあ今日はねちょっとしょぼい釣果だったんですけれども、次回もっと頑張りますんで、よろしくお願いします。ということでありがとうございました。バイバイ。 GoPro ビデオ